楽の魅力をちょっと変わった目線で掘り下げていくコーナー、それがチャンカワイのミュージックアカデミー。チャンカワイのミュージックアカデミー、さっき聞いた。さあ、今回も素敵なゲストの方来てくれております。奥花子さんです。お願いします。奥花子です。よろしくお願いします。弾き語りの路上ライブで10万人が足を止めたという魔法の声の持ち主、奥花子。まっすぐな歌声は幅広い世代から支持を集め、声だけで泣かせるアーティストとして話題になっています。奥さんは麺が大好きなんですって。そうですね、麺好きですよ。麺好きですか。大好きですよ。え、はあ、どのぐらい。どのぐらいって言ってもこのぐらい好きですけどもなんやそれ、はあ、結構私も麺だけでいいですね。ご飯じゃなくても、うん、スパゲティとか茹でて塩コショウで炒めるだけで食べれます。あ、もうズルルというところ、あの麺が大好きということなんですね。ラーメンじゃなくて、あらまあ、そうですね。すげえなそれ。そうすると何が美味しいんですか。小麦麺が麺、うん、あ、小麦、え、ふわーっと小麦というか、そうですね、はい、だから具がなくても麺だけで美味しいのってないですか。あります、なんかつけ麺屋さんとかもね、はい、あ、なんやこれっていう風味があるやんっていう、はい、あれですか、つけ麺屋さんでつけ麺派ですね。ほんだら、いや、つけます。つけるんですかね。いや、つけるやろ。さすがにつけ麺屋さんでつけなかったらまずいですよね。では最初のコーナー行かせていただきます。奥、はい、花子さんの人生で最も影響を受けた曲。はい、何だったかな。こういった曲に影響されたんでしょうか。そうですね、あの、私ピアノを弾いていたので、はい、まあ、ピアノが使われてる音楽大好きなんですけど、その中でも槇原敬之さんの曲が大好きで、まあ、歌詞がもうとにかく素晴らしいじゃないですか。はい、そうです大好きですから私。私の方が大好きですよ。いや、僕の方が大好きや。そんなんじゃないです。なんやこれ。誰が好き、みんなの槇原さん。みんなの。でも青春時代にこの曲を聴いて、やっぱりなんかもう自分との重ね合わせたり、カラオケで歌ったりっていう曲で、スパイはすごい大事な曲ですね。嫉妬心の曲なんだけど、それをあんなに爽やかに、ちょっと面白く、そうですね、歌っているっていう。確かにちょっと面白く歌ってますよね。そうなんですよね。2番とかシャレになんないよなんて言って、そう、はあ、でも本当にそのシャレになんないよって、もう泣きながらでも曲調はアップで、そこが切ないですよね、そのギャップが。あ、なるほど、うん、僕あそこ好きですね。真実を知ることがこんなに辛いなら、僕はスパイになんかなれない。そう、そこがもう全てですよね。全てですよね。あの曲の肝となってるね、そこもちゃんと歌えるんですね。羨ましいな。キー高いからね。いいでしょ。羨ましいです。そうなんですよね。逆にちょっと羨ましがらしちゃおうかな。何ですか。その席にね、はい、槇原さん座ったんですよ。ひどい。まさかのキャスティング。ここ。ここにね、槇原さん来てるんです。この距離で。この距離で。え、ずるいですよ。はい。でも私もお会いしたくないぐらいもう好きです。お会いしたくないぐらいっていうか、もう心の中にいつもマッチがいるし、はい、なんて言うんですか皆さん聞いてますよね。いや、そんなことない、そんなことない。みんな仏がいるし、ご先祖がいるし、僕らはたまたまマッキーがいるだけで、そういう信者。いや、そうなんですよ。だからマッキーさんが書かれる歌詞の世界がスパイに限らず、すべて、もう全部の歌詞カード、まず CD 買ったら歌詞カードを全部読む。あれ、読むだけでも泣けるんですよね。もうなんて優しいんだろうっていう、その優しさと、その人を思う気持ちの、なんて大切さとか、全部教えてくれる、もう教科書みたいな感じですよね。もう全く同じ感想です。わ、人生の教科書。一緒や。そうなんですよ。ハートツーハートのアルバムなんかほんま、ね、最高ですよね。最高ですよね。うわ、もう好きになってまうわ。そこか。あと風はならずに、あ、僕大好きな歌。あ、それ、あ、風はならずに、はい、そう、私本当その曲を言おうかどうか思ったんですけど、はい、でも人生においてまあ青春時代かなと思ってスパイにしたんですけど、いや嬉しい。奥さんちょっとすいません、ありがとうございます。いや、もうこんなに共感してられて嬉しいです。いや、奥さんちょっとほんまに本当にちょっとお見合いしたい。これって待ってるよ。お見合いしたい。奥さん、奥さんって、もう本当すいません嬉しいです。そうやって好きって言ってくれて、はい、奥さんに本当にまた僕力をいただきました。ありがとうございますマッキーさんが好きです
今なんかちょっと変な感じになっちゃったんで。いやそんなことない。そうですよ、ね、そんなことないのに。そんなことないのに振られた。短すぎる春。いや奥さん、はい。すいません奥さん、はい、ニューシングル発売されたということですね、はい、そうなんですよ、はい、じゃあタイトルでしょうか。冬花火という曲です。冬花火、はい、はあ、素敵なタイトルですけども、ありがとうございます。僕冬花火こ聞かせていただいて本当にキュンキュンこさせていただいたんですけども、遊園地とかで冬に花火が上がることってなんかよくあったなと聞かせてもらった後に、じゃあやっぱり寒くて辛いですけども、うん、空気が澄んでる分もう本当に綺麗に見えるの、うんうん、あれが冬花火だなと思ったらですね、このタイトルの中身どんなもんなんでしょう。皆さんも一緒に重ねてみてください。それにしてもマッキー好きなゲスト多くない？冬花火です。わあすごいパネルまで。 ありがとうございます。ありがとうございます。喜んでいただきまして、あ、最初からちょっと行かせていただきます。すいません、はい、また今日もあなたと笑った、それだけで胸が忙しい、気づけば心の真ん中に育ってしまった好きの気持ち。僕この育ってしまったという表現、これはもう切なかったです。はい、なんかこの理性ではどうしようもできないということが詰まってますね。そうなんですよね。自分では抑えられなくって、でも好きって勝手に育っちゃうんですよね。ね、うん、いやすごくリアルで、しかもこんな慣れ親しんだ言葉で、うん、あの胸のときめきを表現してくれた、これたまらなかったです、うん、僕。わあ、ありがとうございます。はい、そしてこれですね、風が冷たくなってきた冬の日、うん、あなたは照れながら教えてくれたね、はい、友達のあの子のことが好きだって、うん、もう本当に切なかったです。これ悔しいです。ジャブングル悔しいですよこれ。そうだね。そしてこの最初のですね、うん、風が冷たくなってきた冬の日、うん、あ、これってあの、うん、季節が少しずつ変わることに気もできないぐらいその人に夢中だったのかなと思ったらですね、うん、なんか相手の無情さ、うん、ものすごい腹立ちましたけどもね、はあ、これあっても誰もがあるあるですもんね。そうですね、まさかっていうか、まあちょっと分かってたんだけど、そう言われちゃったっていう、うん、分かってたというのがまた切なかったんです、うん、ありますか、そういう。ありますよ、うすうすは気づいてるけども、うん、いやその気持ちがすごく表現できてる、ここですね、はい、泣きたくて泣けなくて、私の方もそんなこと知ってたはずなのに、うん、ですね、切なさも愛しさも消えていくのかな、あなたは私の冬花火、はい、いや僕この泣けなくてっていうのがね、もう余計切なくて、はい、いや一番切ないのって言って振られることよりも言うこともできなく泣くこともできないっていうのが切ないなって思うんですよね。本当に切ない、うん、けどそれってね、なんか知っているからっていうこともありますし、はい、その構えができてる、はい、その自分になんか保険をかけてしまった、うん、そういうとこってなんか信じたくないっていう部分で結局ねこの保険をかけてるんですけど、うん、はい、その保険が逆にね、はい、この自分の中に、あ、本当だったんだって思うとこで、うん、空虚感ができてしまいますよね、うん、そうですね、はあ、でもなんか複雑ですよね。一対一じゃなくてもう一人いて、その自分が好きな人は自分の友達が好きで、その友達とも結構まあ親友だったりすると言えないし、うん、はい、言えない、はい、なんかこの子、主人公のこの子はですね、うん、なんか誰を恨むわけでもなく、うん、なんかかといってなんか自分を責めてるわけでもない、うん、なんかそれを空気の澄んだ星空に一瞬に美しく映える冬花火だって言ってるのがですね、はい、はあ、この子はすごいなと思ったんです。この子すごい、この子すごいです。本当に、はい、なんかありがとうございます。冬花火って儚くはあるけども、うん、なんか相手をちゃんと尊重してるっていう言葉でもあったりとかして、うん、とっても素晴らしい言葉を選んであるなと思って、相手を尊重するっていいですね、うん、はい、うん、いや書かれた奥さんですよね。なるほどと思って、あ、違いました。いやだから冬花火って具体的っていうよりもそのイメージで、はい、花火ってすごい夏のものって感じがするんですけど、はい、だからちょっと裏っぽいですよね。夏よりじゃなく冬っていう、誰にも知られることのない、そしてなんか花火って一瞬でこう咲いて儚いじゃないですか。でその気持ちもそうだし、なんか自分の中に咲いているこの花火っていう、誰にも
見られることないっていう、なんかそういうのを表したかったんですよね。すごく、あれあれ半分合ってます。あ、いや合ってますよ。だよね、合ってますよ。また今日もあなたと笑った、それだけで胸が忙しい、気づけば心の真ん中に育ってしまった好きの気持ち、風が冷たくなってた冬の日、あなたは照れながら教えてくれたね、友達のあの子のことが好きだって、泣きたくて泣けなくて、私の歌詞をこんな見ていただいて、いや本当に、はい、あの切なさ、うん、そしてその中にあの小さな春がね感じれる、はい、歌だったんですけども、うん、そうなんですよ、はい、終わってないんですよこの子はまだ、はあ、なんかこの恋はこうだったけど、でもまた釣りにね行けるっていうことも表したかったので、はあ、うん、嬉しいです、そう言ってもらえて。いやけど本当に全体的にもう僕みたいなもうもじもじ男がね本当に勇気を与えられて、そして、あ、僕も成長したなって思ったのは、はい、あの僕の意見からね、あの、はい、大丈夫やって言えたって思ってね、うん、あ、そういうこと感じれるような大人になれたのかなと思って、うんうんうん、この子がときめくのがすごく羨ましいなと思うのもおっさん側の意見ですわ、うん、でも消極的になっちゃいますよね一回、なんか結構傷ついたりとか、うん、そうするとね、これも奥さんの考えもこれ等身大に近いんですか。あの実際は結構自分で言う方ですね。逆にあんまり言えなくてどうしようっていうよりも言う方ですかね。へえ、うん、けど牧原さんに対しては言えない、うん、言えないなんでなんですか。本当に好きだからかな。あ、そういうもんか。それかも、本当に好きだって言えないかもね。これかも、僕もマッキーファンとしてね、うん、一緒にライブ行きましょうよ。行きましょう、ね、うわ、マッキーファン増えた、これ女一緒に隣で、ね、絶対いいですよ。はい、よし、ありがとうございます、はい、僕ね、男性側からして女性って絶対にもう意識してまうやんと思ったんですけど、一、うん、回振られたおかげでね、うん、はい、あ、女性女友達っていうのはできるんだなって。あ、本当ですか、はい、この13分の間 で、 ですか、はい、女性として見られてないけど。いや違いますよ、最初意識してたのに振ったのは奥さんじゃないですか。振ってないですか、はい、じゃあちょっと下心もありながら、ほらほら、これからもこの番組に遊びに来てください。ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。奥原子さんでした。ありがとうございます。